はい、こんにちは、トールと申します。無職転生2期0話を視聴しましたので、視聴後の感想、深掘り考察、注目点なんかをアニメ視聴者視点、先のネタバレなしで共有していこうと思います。このチャンネルではアニメ本編から作品の面白さの共有や、楽しんでる作品をより楽しむための深掘りなんかを行ってますので、よろしければお付き合いください。まずは1期のアニメを全力で楽しんだものとしての、まあ、2期0話の全体的な感想からいきたいと思うんですけど、いやー本当に期待をはるかに超えてめちゃくちゃ面白かったですね。はい、かなりハードル高く見ようと思っていたんですけどね、そこを楽々超えてきた感じではありました。本当に全場面めちゃくちゃ面白くて、こう例えばやりとり自身はすごくさらっとあっさりと、してるような場面であっても、こう裏側の事情とか世界観を読み取れるようにしてくれていてですね、全ての場面の情報量がめちゃくちゃ多いんですね。で、その上でですね、こう掘り下げ要素だけじゃなくて、ちゃんとフィットと王女の2人の出会いと始まりの物語にもちゃんとなっていたと思われます。はい、特に王女自身の心持ちが最初と最後でいかに変わったかっていうところだとか、フィット自身の成長みたいなところもね、読み取れるように書かれていて、言葉にはしないんだけど二人の関係がガラリと変わっていることが読み取れます。最後に改めてメガネをかけるところで、王女からもらった名前と立場を受け入れて寄り添う、友達として寄り添うことを決めた、そんなフィットの姿でですね、ちゃんとドラマになっていたんじゃないかなと思われます。でそれだけじゃなくて、自分の好みではあるんですけど、この貴族っぽい王位継承をめぐるこの攻防も面白かったですね。はい、貴族らしい裏のやり取りだとか、結構言えてないようなね、そういう部分も見えてですね、この辺もまたね、深読みが楽しくなってくる部分ではありました。他にも、僕は一期の方で食べ物に関してはね、結構深掘りをしていたんで、まあ深読みというかね、ですけど、今回も特にね、めちゃくちゃ気が利いている表現がねあって、まあそれが一つが、まあ、ケーキの話だったりだとか、もうこれはトリプルミーニング的に読み取れて面白かったんですけど、他にも、まあ、例えば今回のね、ストーリー全体で言うならワインだったかなと思います、ね、ここはすごく気が利いてましたね。うん、まあ、ワインといえばね、今回はまあ夢を見させてくれるものとして書かれていたと自分は思いますし、無職転生の一期っていうのはルーデウスがまあある意味夢から覚めてね、現実に向かうまでの一期だったとは思われます。表現としましては22話でね、エリスと一緒になった時にですね、ワインがこぼれる表現なんかがね、印象に残ってると思うんですけど、これ今回ね、その裏側である、フィットの物語としましては、はい、このワインの表現を使うことによってですね、はい、これね、王女が今までは表立って言っていなかった自分の野望をね、語るシーンにつながってきまして、そう、王女が語ってるシーンでワインがしっかり出てくるわけですね。はい、王女が私は王になるですと、なりますと宣言した時に、反対側に、対面してるフィットはですね、それを受け入れてる。ちなみに家臣はひざまずいているので、対等な友達として、その王女を見つめているのはフィットだけになってくるんですけど、真ん中にしっかりとね、夢を見させてもらくれるものの象徴としてワインが入っていてですね、これはつまりですね、同じ夢を見るようになった、そういう2人に書かれていてですね、つまりまあこれルディと逆なわけですね。はい、夢から覚めて現実に向かって歩き出したルディと、そして今までは悪夢にうなされていた2人ですね、この2人が同じ夢を見るようになったことによって、あの時から悪夢は見ていないというね、オチに繋がっていくところ、この辺りは本当に、まあ、2つぐらいの意味はあるでしょう。現実に向き合ったというよりは、同じ夢を見るようになったことによってですね、悪夢にうなされてる暇がなくなったわけですね。はい、そしてまあ過酷な現実に向き合うことになってはいたんだけど、この辺り含めて、差し当たっては夢の中でも守ってくださいとね、言ったこのまあ言い回しが同じ夢を見るようになった2人につながってきてね、この辺も文脈も綺麗なんですよね。はい、そんなわけでね、ワインの表現は自分はね、好きだったと思いますし、これはもう本当に無職転生の一期のちょうど裏側のね、表裏一体の物語でもあったのかなと思われまして、特にこうルディの歩んできた道とですね、重なる表現がすごく多いんですよね今回。
はい、一番象徴的なところは無職転生の1話と、今回無職転生2期の0話の対比的な、ね、表現ですね。壁を魔法でぶっ放して、空が開けたという表現だと思いますけど、こういうその対比できる表現もめちゃくちゃね、多用されていまして、本当に掘れば掘るほどね、楽しい内容になっていましたので、はい、まあとはいえ僕はね、あの原作のね、視点を入れずに喋るっていう形になってますので、多分めちゃくちゃ解釈違いとかね、間違いとかですね、検討外れもいくんじゃないかと思うんですけど、まあその辺含めてね、一緒に皆さんと楽しませていただければと思います。うん、いや、1期めちゃくちゃ熱量を持ってやってきた僕つもりではあって、2期に同じぐらいの熱量が出せるか不安やったんですけど、むしろこれまで23話分の積み上げがね、ある分ね、むしろ熱量上がったみたいな、感じになっていますので、はい、皆さんの感想なんかもコメントいただければと思います。ここからは気になったポイントを僕の見立てで語っていくんで、まあ話半分に楽しんでいただいたらと思うんですけど、まずはね、無言のフィッツについてですよ。いや、この通り名がね、すごく気が利いていて活かしてると思うんですけど、その話はちょっと置いといて、はい、まずは転移災害に巻き込まれたシルフィーですね。そういえばルディも空に投げ出されていたので、魔力量が多い人物はそういう感じのね、転移災害を受けるのかなとちょっと思ったりはしましたが、ともあれですね、なんとか落下時の衝撃からのね、あがきが魔物魔獣に当たってしまって、はい、討伐に成功します。王女はそれをね、まあ見てですね、才能感じたのかわからないんですけど、シルフィーを抱き込みにかかる形になりました。はい、シルフィー自身の事情なんかを探りながら自分側に引き入れようとするね、このやり取り最高に良くて、あの王女が、まあ、表情を見せなかったり、顔が画面の外に出とったり、あと遮蔽物がやたらね、映っていたりみたいなんですね。シルフィーに全てのことを真実を告げてないことがね、よくわかるんですよ。うん、で、何も言葉では説明されていないんだけど、いろんなやり取りの中でだんだんシルフィーが自分もね、いろいろとね、そのいいようにされてる自覚はあるんだけど、でも王女自身の向けてくれてる行為って本物だよねって、実感しだして、最後、王女のために人を殺す覚悟を決めるんですよ。そのためのぐっとこう歯を食いしばったところからのですね、殺しても構わないというだけの遠慮なしにぶっ放した 無影響魔法が壁に穴を開けるというね、はい、1話との綺麗な対ですね。無職転生1期1話との綺麗な対になっていてですね、これを眺めている王女の姿っていうところがですね、まあその冒頭になぜか目を覚まして、おそらく悪夢でね、寝られなくなって、外を眺めていた王女ともつながってきてですね、めちゃくちゃ綺麗に、ね、なるんですよね。うん、そんなわけで、王女のために、本気を出したシルフィーと、そして王女もまたですね、シルフィーの身を本気で案じてるからこそ、今までずっとフィッツって呼んでいたんだけどね、気をしっかり持つのですシルフィーと、呼んでくれていました、ね、ここもね、綺麗にあのその後にサングラスをかけてね、フィッツの名をもう一回受け取るっていうね、描写にもつながっていたと思います。で、個人的なね、その推しポイントはこの無言のフィッツっていう言い回しをね、いやこれ本当にね、作者の先生のセンスが天才的やなと思うんですね。つまり多分最初の無言のフィッツってバカにする意味での通りのだったと思うんですよ。うん、その得体の知れないね、その術師なんかをですね、護衛においてね、王女何考えとんねんっていう感じで、全然喋ったこともできない、つまり田舎者で礼儀も知らないやつとして、まあそう認識されてるわけですよ。はい、まあ一部の貴族は多分エルフだから、少年だからってことでね、言い寄ってる感じも面白かったですね。少女のような手って言われて、フィッツは女であることがバレるかなと思って焦ってるんやけどね、いやこいつら本気で少年やと思って口説きにかかってるからね、この辺の業の深さは置いといてですね、この無言のフィッツっていう、まあ多分バカにしたような言い回しが、おそらくはこの後にですね、ひっくり返るんですよ、180度ね、うん、何かって、シルフィーは、はい、フィットは無影響魔法を使えるんですよね。そう、今回のその暗殺者の襲撃って、暗殺者サイドは多分、シルフィーはまあ術師ですから、ね、護衛術師ですから魔術師として、ね、認識していた、だからこそ接近戦では絶対にね、勝てないだろうと思って認識したと思うんですよ。でも勝つんですよね。無影響で大きな魔法をぶっ放してくるっていうね、つまり暗殺者側ではですね、明らかな計算違いのね、規格外の魔術師だったわけですよ。うん、
多分この辺りの接近戦はルークの担当だったというふうに思うとですね、接近戦ができる魔術師っていう時点ですね、この護衛っていうものの概念をぶち壊す天才だったということになってきましてね、結構恐ろしい話になると思うんですよ、うん、まあどこまでが貴族のね話に伝わっていくのかわからないですし、まあそのここにいてる王城にいてる間はそういった話はなかったのかもしれませんね。最初の貴族の噂話の中ではですね、その魔法とかね無影響の話なんか出ていませんでしたので、はい、そんなわけでですね、ちょっとシルフィーさんが常識がひっくり返す、そういうヤバい天才っていうところでですね、礼儀知らずの田舎者から、まあ、無影響魔法を使う天才っていうところに評価がね、間違いなくひっくり返るし、うん、なんか部別から天才にね、切り替わっていくことが、まあ、視聴者として分かるようにね、作ってるところもかなり面白いなというふうに思いました。続きましては王女アリエルについてですね、はい、なんと大物が出てきましたよね。いや本当にね、この辺りの王族貴族的なやり取りと振る舞いめちゃくちゃ面白かったんですよね。こう含みのある言い方とかですね、嫌みったらしい言い回しとかですね、釘の刺し方なんか最高でしたね。はい、いやこの世界って結構その王族貴族がめちゃくちゃ圧倒的な力を持ってるんやけど、そのルーデウスが基本的に文字通りね、地に張って生きてるからこそですね、こういうその霊感情的なキャラクターっていうのがね全然出てこなくて、あ、失礼しました、王女アリエルについてですね、はい、彼女自身最初はその王位を本気で狙っていくというね、そういうポーズは取ってなかったっぽいですよね。内心はまだわからないんですけど、ただデリックはですね、あなた王になる器ですと、見抜いていた才覚的にね、そう思っていたのか、もしくは、王女にその気がなかったとしてもその気でいないとね、簡単に潰されてしまうと、そんな感じのことを分かっていたのかもしれません、デリック自身は結構覚悟がね早めに決まっていましたし、最後の言葉でもね、王女の背中を押していました、ね、そして、デリックがですねこうむごったらしく殺されてしまったことによって王女もですね一つね、考え方を改める部分になってですね、今回の、最終的には王になると、宣言する流れにつながっていったと考えます、ね、本当にねこの日が、まあ、王女にとってもシルフィーにとってもねターニングポイントであったことが分かります、はい、余談ですけど一期のね、8話の、タイトルもターニングポイントでしたね、この後にシルフィーが飛ばされますので、時系列的には一致しているところではありました。まあそんなわけで王女のね心がね大きく変わったっていうところはもちろんなんですけど、やっぱりね貴族的な言い回しがめちゃくちゃ面白いんですよね、特に今回気が利いていたのはフルーツタルトのくだりね、ここ本当に面白すぎて、うん、書かれ方、まず前半のお茶会っていうのは、まあ、お上品そうな顔をしてですねめちゃくちゃ下世話な下ネタの話をしているわけですよね、うん、つまりですね、まあ、このフルーツのパイを、見ながらですね、まあ、別の果実の、まあ、別のパイの話をね、しているわけですよ、うん、あの百合の花を後ろにね背景にしてですねそこにかぶりつかせる絵をつけることでですね、王女自体がかなり好色家であることなんかも分かってですね、はい、女性の胸の花話をずっとしているというね、どしもネタなんだけど、こっから話がちゃんと綺麗にスライドしてですね、はい、デリックが釘を刺すことによってですね、はい、王女、私は第二王女ですよって、で、他にお兄様2人とお姉様1人がいるんですから私が王になることなんてありえませんって言っているわけですよ、これまあこのパイを見たらよく、わかるんですけど、ね、おそらくは、このケーキにおけるストロベリーが王でいいとは思いますね、うん、ストロベリー王様と、お兄様が2人にお姉様が1人いるから私が王になることなんてないんだよと、継承者は4人いるというね、形だと思いますし、またですねこのブルーベリーなんか覚えておくと次に、繋がってくるんじゃないかなというふうには思いましてですね、結構うまい具合にですねパイの話とね、意味するところを繋げてきた感じにはなってます、そして、これが綺麗にですねその次の懇談会のやり取りに繋がってくるわけですよ、うん、そのお兄さんがやってきてですね話をするわけですよね、はい、最近になってお前は木の実たっぷり乗った豪華なケーキの魅力に目覚めたそうじゃないかね、これはまあ宝石がたっぷりね、ついた王冠のことをね表してるんじゃないかというふうに思うとですね、ここはですねお前最近王位が欲しくなってきたんじゃないのって、
お前変な動きしてんのちゃうかっていう、こういう言い回しですね。でこれに対して、ちゃんと王女はですね、いやいや未熟な私にはまだ似合わないと思いますって返すわけですよね。ここも言い返し方だなというふうには思いますね。しっかりとね、未来永劫私には合いませんよっていう否定の仕方をしないところもね、なかなか貴族っぽい王族っぽいねやり取りだというふうには思われます。で、そこに追撃するようにですね、お兄ちゃんがですね言っていくわけですよね。ついてるピレモンさんに言うわけですね。そう、昔からお前はケーキの上の木の実をね大事に取っておいてね、望まぬものに奪われるよねって言っているわけですね。そう、つまり、王冠につける、宝石っていうところでですね、まあこれ好みブルーベリーが宝石として取っていいと思われるんですけど、はい、つまりですね、このお前は王様ね、次の王様のためにですね、その自家臣としてですね、この身を捧げる相手をですね、まあ、ずっと決めかねていてですね、最終的にはですね、その一番おいしいところを取り逃してるよねって、お前王、次の王になるのなるべき存在をね、姫なのか俺なのか迷って決めかねてるんじゃないって、だからそろそろいい年なんだから自分で決めてばいいのではみたいなことをね言ってですね、そのプレッシャーかけるわけですよ。だから、パッとこうピレモン今日も切り替えて、いやもちろんそれは陛下でございますと、返してはいるんですけどね、この辺のね、そうお前最近ケーキの魅力に目覚めたんそうじゃないかっていう、実際にそのお茶会で、美味しいケーキパイを ね食べている描写をですね、プレッシャーにね切り替えてくるこの貴族っぽいやり直しなやり回しやり言い回しなんかもね、非常に面白くてですね、はい、なんかその穏やかそうにねさらっとやり取りしてるように見えてですね、なんかえげつない下ネタでね、まあ描写されていたりだとか、また王位継承についてのですね、公文についても書かれていてですね、いやちょっとねこのタルトケーキを使ったですね、その演出の仕方はねものすごくね、まあ表裏合わせ持って表現していて、面白いなと、そんな感じのことを思いました。今回出てきたキャラクターたちの一気で描かれたものとのつながりについてもね、ちょっと見ておこうと思います。まあちょっと勘違いもあるかもしれないんですけど、最初はね、アスラ王国第一王子であるグラーベルと、そこについていたダリウスです。まあクーデターの布石をね、妹が売ってるんだったらさっさと、アリエルさんを殺してしまおうと言っていたところでですね、結構えげつない方法を使ってきていました。で、このキャラクターたちはその14話で、サウロスが処刑されるシーンでいましたね。はい、ここにニヤニヤと笑いながら王様の前に立っていた2人になりますので、この辺は明らかなその利害関係が、あったんじゃないかなというふうには思われます。あとまあピレモン教に関してもですね、今回はアリエルのお付きの、お父さんというところがピレモン教、そして、この辺りに関してもですね、しっかりとね、まあその処刑シーンに出てきてましたので、14話の時点で、結構今回の主要キャラクター出てきていたことがわかります。あと、ピレモン教に関してはですね、結構何回も言葉に出てるんですよね。8話で、サウロスがピレモンの首を取ってルーデスと領主を入れかけるんだみたいなことを言ってましたし、またルディ自身もですね、今はねそのピレモンっていうのが、まあ、ノトスケのね、一番なんだけど、それが実はパウロの弟で、ただクズだからこそね、いろいろ画策するやつもいるみたいなことを言っていてですね、ちょうどその23話だったかな、まあ、フィットワリオに戻ってきた時に、エリスのことを目かけにと提案していたのが確かピレモンだったと思います。それに対してね、ギレーヌがあんなクズにみたいなことを言われていてですね、まあ、ボレアス家の面々的には、まあ、ピレモン自身、ノトスのね、領主であるピレモンっていうのは、まあ、クズというね、認識のようです。まあ、とはいえこの辺はその対立してる派閥なんでね、全部こう全肯定するわけにはいかないと思うんですけど、ともあれね、周り的にはクズ判定されてる、そういうピレモンになってますので、まあ、王女には見せてない顔があるのかもしれませんし、もしくは情報戦評判においてすで、にこう遅れを取ってるという取り方もできると思います。まあなんていうか、襲撃者のタイミングとかを考えるとですね、その何か企んでいたり、ちょっとできすぎてるようなタイミングではあったかなと思われますので、そういう意味ではまあ疑ってかかるのもありかもしれませんが、現状は王女に忠誠を誓ってるという見方でいいと思います、ね、だって立場的にかなり危険な橋渡ってますからね、ピレモンさんは。はい、そんな感じのつながりが、見れるかなと思いますので、まあ8話とか14話をね、見ていくとまた新しい発見があるかもしれませんね。まあ、ちょっと僕が、気づけてないところもあるかもしれないんで、アニメ視点で気づけるつながりなんかあったらまたね、補足いただければと思います。
その他注目したポイントとしましては、まずは丸いガラスでしょうかね。これ見るとちょっと無色転生に帰ってきた感じがしますよね。コメントで教えていただいたんですけど、技術的にね、まだまだ平らで大きなガラスを作るのが難しいからこそこちらが主流みたいな話がされていましたし、はい、またですね、でもそれでもね、王城に関して言うならですね、結構大きで平らな、ガラスが使われているシーンなんかがこれまでもねありましたので、この辺の書き分けを、見返していくのも楽しい部分だと思いました。あとまあ庭園のお茶会のシーンでしょうか。はい、まあしっかりとね、その百合の花をバックにね、王女がですね、まあパイの話しながらパイをね食べてるんですが、ともですね、ここのシーンでその手づかみなところってまあ下世話な会話してますよっていう絵面にも、なってると思うんだけど、よく見たらナイフとかフォークがそもそも用意されてなくて、なんか自分は貴族の文化詳しくないんですけど、まあこういったお茶会においては刃物に代わるものは持ち込まないみたいなマナーが、もしかしたらあったのかもしれませんし、まあ、マナーがなかったとしても、特にこの無色転生の世界っていうのはその剣術のスキルみたいなものをね、技術を持ってるものが多分フォークとか持ったら大変なことになりそうなナイフとかね、気がしますので、絶対に安全管理の観点から、手で食べるのが一般的だよみたいな、そういう常識があるのかもしれません、まあ、この辺は全然ねわからないんですけど、それぞれをね、妄想させるところも多分無色転生の良さなんじゃないかと思いました。あとまあちょっと触れそびれたんですけど、シルフィーの髪の色ね、なんかスーッと変わっていってましたよね。まあ言及はされてなかったんで、まあ後々なのかなとは思うんですけど、まあ緑の髪っていうのはラプラスね、の象徴的なムーン、まあそもそも緑色の髪にですね、そのラプラスの呪いを押し付けたみたいなことを、まあその一応一気でね語られていましたので、なんか呪いの一環みたいなものがあって、シルフィーもまあ子供たちからいじめられるきっかけになっていたのかななんてことをちょっと、思いましたが、なんか知らんうちにシュッとね色が変わっていました。自分は一期の時点でシルフィーっていうのはそもそもですね、まあ魔力もすごいしね、才能もあるみたいなことを言われていたので、これはなんかラプラスが生まれ変わる時のよりしろというか、そのための候補だったのかなと、生まれ変わり候補だったのかなと思って、いたんですけど、このターニングポイント、魔力災害のタイミングでシルフィーは、そのまあその生まれ変わり候補から外されたのかなと、ちょっと思ったりはしましたね。はい、この辺わからないんですけどね、また後々描写がつながってくるんじゃないかなというふうには思います。そんなわけで無色転生2期0話の感想を共有させていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、皆さんのね気になったところとか感想などのコメントも募集しています。それからですね、僕は一応ですねこの作品盛り上げて、それこそ最後までね、アニメで楽しみたいと思ってますので、アニメで見た分に関しては一旦原作とか漫画とかを見てですね、そのレビュー動画なんかもね、別チャンネルで出しています。はい、このあたりはちょっとアニメ本編から外れた内容なのでね、チャンネルを変えてはいるんですけど、まあ興味持った方はまたね、そちらに行ってもいいと思うんですけど、一旦自分はね、それ以外の情報に関しては忘れてアニメ視聴者視点でね、語っていきたいと思いますし、そういったネタバレがね苦手な方とかですね、まあ原作補足に関しては原作を読んで楽しむべきものだよねって、思ってる方でも安心して、楽しめるようなね、そんな感じの運営をしていきたいなと思ってますので、まあ、原作補足だとかですね、まあネタバレになる可能性のあるようなね、発言なんかに関してはですね、まあコメントのね冒頭に原作補足だとかネタバレ要素ありなどで、そんな感じでですね書いた後に4行以上開業していただいてですね、コメントいただければ、まあアニメファンも原作ファンも一緒に、楽しめるようになるんじゃないかなと思ってます。このチャンネルでは僕が楽しんでる作品にスポットを当てて作品を好きな人の満足度を上げたいだとかですね、作品自体の価値をね高めたいみたいな思いで動画とかライブ配信とかをやってますので、まあ今後もねお付き合いいただければ嬉しいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。遠山徹でした。